杉戸宿杉戸宿は、江戸から5番目の欧州街道、日光街道の宿場町である。現在の埼玉県北葛飾郡杉戸町に位置した。江戸時代に整備され、宿場町に設置した。現在の埼玉県北葛飾郡杉戸町中心部に相当する。日光街道の江戸、日本橋から数えて5番目の宿場である。古くから利根川の渡し場があり。 日本穂高が統制を行った際にこの付近に上陸し、そこが杉の木が茂る港であったことから杉門と名付けられたとする伝説がある。杉とは日本六十四州国々切江図によると、去って栗橋吉川を含み下佐国の国江図にて描かれている。この地域に残される区域の国軍名によると、官営十一年十月までは下兎国佐島郡 または、葛飾軍と記されるが、同14年7月には、武蔵区に葛飾軍に編入されていた。宿場自体は、五街道の整備に伴い、宿場は街道に沿って、町並みを構成し、町中は新町、下町、中町、上町、川原組、横町に分かれ、それぞれに、名主や問屋が置かれ、本陣脇本陣はいずれも中町に置かれていた。 1843年の改めによると、宿の王冠は、長さ16町55軒、道幅は5軒、宿内課、数365軒、人口1663人、本陣1軒、脇本陣2軒、旗小屋46軒であった。6歳、4616年に、近郊の豪村を集めて成立した。ご途中のつく日には六歳首が開かれ、 金郷証券の中心地となっていた。杉戸塾では、安政2年10月2日、安政江戸地震による被害があった。震度は、V と6の中間、それも6に近い方と見られ、この地震では、荒川沿いに、震度 V 以上のところが北に伸び、熊谷に達している。安政入土市10月、大地震に不快かその外取調べ所上長、さって宿村によると、 サ手テ塾周辺の村々の安政江戸地震の被害の記録があり、杉戸塾あやかず589件に対し、海数0件、人家土屋物置東海同様1 0 7件との被害があったという。現在の町並みは都市化の影響をさほど受けていないためか、旧家も比較的よく残り、旧宿場外の面影を感じさせる。古文書は書、ありがとうございます。